ワンピー側はペットをアズラエル対ツーピー側はマトイタオカカ。アズラエルカカ。The Wheel of Fate is turning.Rebel One。はい、ベスト8 4試合目、ベストアスライタイマーといったおかが、さあ先手はまたいい6C ボーンから、ボーンボーンボーン、結構減ったこれ、アセームアタックコンボ言われた、ああおかだバサよいしょ、あーヘキさんわからんからこれを打っとけ、うーんジャニスで帰ってきて、我が身セーフ、あこれで当たったらゲームが終わっちゃうんでみんな頑張って食らわないようにしましょう。いやあれはガムじゃないよ、あのつあれ食らっちゃうとまず 弱点が両方ついて、その赤オーラがしばらくアズラエルにつくんだけど、その赤オーラ継続中は弱点がコンボ後なぜか復活する、ワンコンボ両コンボの両弱点のコンボを食らった後にまた弱点で攻められるという、もう完全に指針ならうってなるんで、だって1回コンボ食らってその後ラッキーブラックホップされて終わりやん、見えるかゴミクズ、オラオラ、あーゴミクズが、あー 6C 体勢上からかわせていった、あっとめくって見えるかオラアタックゴミクズ、あー手がひどい、よく見ろよ、最初カウンターと、ちょっとロクシー遅かったが繋がんなくて、まあどれよりカシーがフェイタルっていうのがかなり仕上がってるんでね、投げてみて、ゴミキュッ、そうでシーちゃんが多いんで、ほう、あーカブバン、さあ右ヒトカッパから前に行く、オラ見えるドーン、あれ吹っ飛ぶのかよ、いや真田と感じさせたらこんなんなったんですよ、投げキャラじゃない感じ、おかげさまで反省した悪魔、よいしょ、コナンなんだ、ダキーン、あほんまやシンクロナウ、さあ瞬間こそコーラスを重ねてしてしまわれた勝ち上がりはまとい、イワサバリアントとかとんでもないこと聞こえたぜ今、何してんのあいつ、ガードポイントがいや、割と早めにつくけど、ああ確かにしゃがみ用紙に勝てるとかとんでもないこと言いやがった、はい、次何食ったらそんなマッスル中段蹴り、ボブとガリオ、はい、1P 側ボブ・アズラエル、対して 2P 側ガリレオ・ライチ、